はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、タイトルにもあります通り遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロイヤルというゲームについて、お話をしていこうかなと思ってます。ラジオ動画です。何かやりながらね、聞き流していただければなというふうに思ってるんですが、ラッシュデュエル最強バトルロイヤル、神ゲーでありクソゲーなんですけど、今日はですね、クソゲーである点についてね、話していきたいと思ってます。非常に僕残念に思ってるんですよね。このゲーム面白い、ラッシュデュエル自体はめちゃくちゃ面白いんですよ。ラッシュデュエル自体はね、なんですけれども、このゲームがそのラッシュデュエルの、面白さをかき消すほどのクソゲーであるというね、これをね皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。皆さんがどう思ったか、ぜひですね、コメント欄で教えていただきたいなと思うんですけど、ラッシュデュエルがね、クソゲーな理由、全部で9個あります。はい。まず1個目。カードが主商品であり、ゲームはただのバーターである。っていう点ですね。これはね、コナミのゲーム、大体こうなんですけど、遊戯王ラッシュデュエル自体は、めちゃくちゃ予約が殺到していて、なんかその、ツタヤランキングなんかでも1位取ったらしいんですけども、発売2日後にソフトが中古で800円で売られてるっていう、この状況ね。要するにカードが付いてるんですよ。ラッシュデュエルって買うときにね。そのカードをみんな買ってるっていう。ゲームを買ってるわけじゃなくてカードを買ってるっていうね。コナミのゲームって大体こんな感じなんだけど、いつも。これがね、やっぱりね、いただけないし、あと、この程度でいいだろって開発が思ってることが伝わってくるゲームのクオリティの低さなんですよ。全体的にね。中古で800円で買えると考えれば、もしかしたら、なんかその許せるっていう話もあるかもしれないけどね。だから、800円だと考えたらね、神ゲーです。ただ、これもともと5980円かなんかするんですよ。6000円くらいするんですよ。このゲーム。6000円と考えたらさすがに高いね。さすがに高い。それでそれクソゲーと言わざるを得ないと思います。2点目。UI がクソ。もう UI がクソです。本当に。細かいところでものすごく操作しにくい点が多くて。絶対ね、テストプレイ6にやってない。と思う。やってたら、絶対操作しにくいってことに、誰もが気づくと思うんですよ。例えばね、カードで言うと地層調査っていうカードを使うと6に、なんかログを確認できないとか、あと効果テキストが非常に確認しづらい。デュエルレンクスとかはさ、ほら、カードを選択するとなんかポップアップみたいなの出るじゃないですか。なんですけど、あれ全く出ないです。はい。一度あと決定したら戻れないとか。なんかその使うデッキを決定したら、もうその前の画面に戻れないとか、あと相手のデッキもなんかその決定したらもう前の画面戻れないとか、なんかね、すーげーね、なんか細かいところでね、人をイラつかせる仕様になってるんですよね。これ多分絶対テストプレイ6にやってないと思うわ。だから、もう一個言いたいのはね、カードゲーマーとかちゃんと呼んで、ちゃんとテストしてもらってからね、改善点とか出して、それをクリアしてある程度ちゃんと形にした上で、発売した方がいいと思いますよ。僕は。ゲームをするユーザーの気持ち知ろう。三つ目。操作のもっさり感。デュエルリンクスに慣れてるからっていうのもあるかもしれないですけどね。すんげえ重いの。なんか、操作が遅い。カードを、破壊するときとかも、なんかその、一枚一枚破壊していったらしいの。例えばブラックホールとか打つじゃないですか。普通に。例えば余裕だったら。全部バーンって破壊されると思うんですけど、なんかラッシュデュエルって、カード一枚一枚、1枚破壊、2枚破壊。3枚破壊みたいなエフェクトが全部バラバラに起きるし、あと墓地のカード戻す時とかもなんかその1枚1枚選択、一気に選択できるじゃなくて1枚1枚選択して戻すとかなんですよ。マジでね、そういう一つ一つの操作がすごいもっさりに感じて、ものすごいねストレスを感じるの、このゲームやってると。せめてしかもカードの詳細くらい確認させてほしいし、相手ターンとかに。マジでうざいから、この操作のもっさり感っていうのをね、あまりにもストレスをこちらに感じさせる、イラつかせる、イラッとくるぜっていう状況になるんで、いただけないですね。4つ目、自由にデッキ編集可能になるまでに8から10時間かかる。これやばくないですか。8時間から10時間ですよ。皆さん考えてください。カードゲームの楽しい点って何ですか。カードゲームの楽しい点、デッキを自分で構築したり、ああでもないこうでもない、カードを入れ替えたりしながら相手に勝っていくっていうのが、楽しい点じゃないですか、基本的には。これはいくら小学生向けのカードゲームだとはいえ、これね、そこの楽しさは変わんないと思うんですよ、基本的に。なのに、なんか知らんけど、デッキ編集ができるようになるには、ストーリーをクリアしなければならない。で、そのストーリーをクリアし、それまでに、僕体験版
から含めたら12時間かかりましたからね、あのそのデッキ編集可能になるまでに。こんなことするメリットあるの？思うけど、そんなことするメリットあります？なんかその自己率が高い、自由度のなんか低い、運営が用意しただけのね、なんか未完成デッキを延々と回しさせられるんですよ。マジで作業本当にうざい。これはめちゃくちゃうざかった。これはやってて、これがまあ一番うざかった点と言ってもいいかもしれないですね。はい、なんでデッキ編集可能になるまでに8時間もやらないといけないのか。最低でも頭おかしいのか。5つ目、カード入手方法の記載が不十分。あのね、なんだろう、カードの入手方法は一応書いてあるんですけど、なんかパックだけしか書いてなくて、どこのパックに入ってますみたいな。あのそのパックの入手方法以外にもキャラクターとかからドロップすることが結構あるんですけど、それは全く書いてないんですよ。だからまあ攻略サイトとかをまあ頼るしかないんですけど、基本的にね、カードの入手方法が。その攻略サイトもこのゲームへのモチベーションが低すぎてろくな情報がネットにないんですよ。だからマジでもうね、自分でなんとかするしかない、気合で。やばい。6つ目、カード情報の表示不足。あのね、例えばカードのな、そのパック向いたとすんじゃん。でそのカードの一覧見るじゃん。そこに自分がそのカードを何枚持ってるかとか書いてないんですよ。だからあと俺はデッキ作るのに一体何枚このカードが必要なのかとかわかんないんですよ。マジでね、不親切にも程があるね、この情報の不足っていうのが。ゲームやっててね、このゲームストレスしかたまんないんですよ、マジで。これお前らやってみろってめっちゃ思うね。作ったやつお前ほんとやったか、このゲームってめちゃくちゃ思う。7個目、カードが入手しづらすぎ。あのね、カードゲットってあのこのゲーム結構めんどくさくて、そのパックを向くんですけど、基本的にはね、パック向いたり敵を倒したりするんですけど、まずパックがその天井ないんで、なんかその運なんですよ。その例えばレアカードがあったとして、そのレアカードをゲットするのは運なんですよ。だから出ないときマジで出なくて、俺5時間くらいやって1枚出なかったことあるから、マキシマムモンスターの3枚のうち本体があと1枚できたらデッキできるっていう状況になって、そっから5時間出なかった、そのカードで。しかもカードゲットのなんかその最高効率の入手方法がコナミコマンドっていうのを入力してゴールドをゲットするっていうことなんですよ。ゴールドとかチケットとかコナミコマンドっていうのがね、入力してなんかその日付を変更しながら毎日1回打てるコナミコマンドっていうなんか裏技みたいなのがあってさ、まあ、それを入力してゴールドとかをゲットするっていうのが一応最高効率なんですよ。だからデュエルじゃないっていう、そもそもね、これもね、作業ゲーになる要因ですから。はい、もうね、最高効率がやっぱコナミコマンドを入手してゴールドをゲットするっていうクソ作業みたいなの頭おかしいから。8個目、直感的に分かりづらすぎる表現。まあコンマイ語って言われてるテキスト、遊戯王のテキストにはコンマイ語っていうのが、まあ、混入してるんですけども、このゲームね、カードはそこそこ分かりやすいんですけど、カードのテキストはシステムにコンマイ語が混入しまして、なんかそのオンラインのフレンドとの対戦、まあ、ルームマッチってやつですね、ルームマッチとかが明らかにコンマイ語で書かれてて、初見でルームマッチに到達するのマジ困難なんですよ。なんかね、俺もなんかこのゲームオンライン対戦できるかなと思っていろいろ調べたんだけど、できなくてなんかね、よくよくなんかいろいろやってみたら、なんか意味不明なところになんかルームマッチの機能がついたりするんですよこれも多分テストプレイしないと思うわ。もうなんか読みにくすぎる、システムのなんだろうな、その表現が直感的に分かんないんですよ。その日本語じゃないから、コンマイ語だから。システムが9個目、ローカル対戦じゃないとフレンドになれない。フレンドになるとポイントとかで有利になったりとかするらしいんですよね。ゴールドとかが結構簡単にゲットできるようになったりとか、フレンドの使っているデッキを見てりとかできるらしいんですけど、フレンドのなり方、皆さんこのゲームやばいんですよ。今時普通ほらオンラインフレンドとかでさ、なんか申請し合ったりとかしたらフレンドになったりできるじゃん。このゲームね、ローカルです、実際に会ってフレンドそのコードみたいなのを交換しないとフレンドになれないんですよ。このコロナ禍でですよ、このコロナが蔓延してるこの世の中で実際に会って対戦してくれって言ってるんですよ。やばくないですかこのゲーム。そんなゲームあります？今フレンドのなり方あまりにも昭和。以上ね、9点が私が思ったこのゲームがクソな点ですね。まあ、総じてこのゲームはクソだけど、ラッシュデュエルはめっちゃおもろい。
ラッシュデュエル自体はめちゃくちゃ面白いです。ラッシュデュエルを批判しているわけではない。このゲームを作った俺は、その誰か知んないけど、このゲームを作ったやつはマジでゴミだと思う。ただラッシュデュエルはマジで面白い、それだけは言っとくわ。ラッシュデュエルは本当に面白いから、だからこそもったいないんですよ、こんなカスゲームにしちゃったそのコナミがね。はい、というわけで、終始切れ散らかしてましたが、皆さんぜひね、どう思ったか、あのコメントで教えていただければなと思いますんで、また次の動画でねお会いしましょう。まあ、カットか言いながら俺めちゃくちゃやってっけどね、このゲームもう40時間やってっから。